新たちの大山和也と前田太ですはい始まりましたね、はい、第7回目ということで<回>一応続けてられてる、はい、ということですねオタクのブレイキングダウンこと最果ての先生始まりました <laughs> 聞いたことないオタクのブレイキングダウン <laughs> お前勝手に名乗るなよお前向こう側にも迷惑かかるかもしれないしさ、うん、<laughs> 調子はどうだエロゲニキ <laughs> 誰がエロゲニキだよお前いい加減にしろよお前マジで。 おお前だろそしたらトリテツニキとか現れねえからエロゲニキ VS トリテツニキとかやってどんな対決すりゃいいんだよ最終的にはトリテツニキが首から下げてる一眼レフカメラでお前を殴って殺すふざけんなよだったら俺もバグバグの本の角でお前ち殴るわそしたらお前俺だって武器あるからなマジでボコボコだよお前そしたらトリテツニキなんかお前何ちゅうこと言ってんだオープニングからお前ねえ始まりましたけども えとですね、あのちょっとね、この間、本当、ラジオの収録終わりで、ねはい、判明したんですけど、俺もびっくりしたんですけど、そのうん、なんてうんですか、エロゲーのこと、俺、しゃべるじゃないですか、うん、そしたら、あのアカウント側がハッシュタグつけまくって、無理やり相手側に届けるっていう流れがあるじゃないですか、うん、で、それ届いて、なんか向こうから感想もらって、ありがとうございますっていうのがあったんですけど、うん、あの一番喋ってる、バグバグ側から、何の反応もないっていうのがあって、うんうん <laughs> そう原因分かんんなないでですすけけど不気味な静けさですよね <laughs> そうです、まあ、確かに何の反応もなくてびっくりしてでちょっとその終わりで喋った結果 <laughs>、うん、あのバグバグ側もシャドーバンされてるっていうのが分かって <laughs>、うん、それが原因か分かんないけど多分バグバグ側に俺らの,あのハッシュタグとかそれが多分一切届いてないっていうので。 びっくりしてさ確かに何のの反応もないないいっていうので確かに俺もバグバグのアカウント、うん、ちょっと見たけどやっぱあれは広めちゃいけない内容だからさまあまあ確かにそのねリツイートとかで無作為に回してはいい内容じゃなかったんだけど、うん、いやだから届かないんじゃないかなと思いましてだからこれ聞いてる方いたらなんとかあの回して届けていただきたいってことバグバグにバグバグサイドにね <laughs> もう多分俺らからは多分行かないんでもう手紙とかでもいいんじゃない出版社に直接 <laughs> 出版社に手紙 俺が届けてもも読んでもらえないの簡単には、ねうんうん、いやリスナーの人にさ手紙書いてもらってこういう芸人がこういうこと喋ってますみたいな手紙読点ああなるほどねそのリスナーの方にね、うん、いやそうねだからそれでもいいしだからもう多分俺たちの声は直では届かないんじゃないかっていうことが判明してね、うん あまあね<前>でもこうやって元気に話してますけど、うん、あの僕の声が聞けるのはこれが最後になるかもしれませんいやどういうお前ちょっと落差激しいの <laughs> どうしたお前マジでえっとこれ今お前,お前陽気に喋ってたさブレイキングダウンってことみたいなんか言ってたどうしたお前、あのー、急に最後のメッセージみたいなこれ18日に配信開始なんですけど、はい、翌19日にリップグリップ岩永とライブで一緒になることが決まりました <laughs> 大丈夫ですか <laughs> そうですね、あのはい、ライブね、いつもお世話になってる作家さんが、この番組、聴いてくださってて、そうね、だからその相方がすごい、リップグリップ、岩永くんに対して言ってるのを聞いて、うん、それだったらちょっと <laughs> あ<の>、うん、呼んでみますかみたいな、余計なことしやがってよ、よ <laughs> やめろよ。<laughs> 気使ってくれてんだよお前だからそんな裏で喧嘩するんだったらじゃあ表のライブでどうですかみたいなことでしょうよまあ作家さん共犯罪か殺人幇助で捕まると思うんですけど <laughs> <laughs> お前怖い言葉並べんなよお前マジでよ <laughs> まあ一応ね来週も収録するんですけどまあ殺されたら配信されないと思うんで<笑><笑>いや、まあ まあそのお蔵<う>入りですとかこのしゃってる内容、ね、かその25日の配信でアナウンサーの方とかに「うん、この番組は17日に収録されたものです」って付け加えてもらって「<laughs> 前田さん最後の肉声になります」みたいな「<laughs> ご冥福をお祈りします、えー」別に俺らのなんかお蔵入りしていいんだよ別にそんなそこまでして流すあれでもないのよ別に <laughs> で多分その次の6月1日の配信で「お前一人で俺の追悼番組やってくれればさ <laughs> <laughs> ありがとう前田さん」っていうの <laughs> ほ俺 <laughs> で散々ディスられたやつをさ、ありがとうございますなんて言わなきゃいけねえんだよ、お前。マジいい加減しろよ、お前。マジで。いや、その岩永くんもさ、うん、見たこの間のツイッター、岩永くんの。いや、まあ、俺はね、あの、もう大賛成のツイートですよね。うん、なんか、あの、に、にわせみたいなツイートしてましたよね。<う>あの、ハッシュタグ最果ての先生でつぶやいてるんだけど、うん、7月23日、前田さんにとって一番大事な日、僕も7月23日、開けておこうかな。イベント会場はっっ、と。 <laughs> <laughs> まあ、怖い、うん、怖いツイートですよね。まあ、その7月23日に僕は日向坂46のリアル巡りに行くという話をしたことを受けてのつぶやきですよね。でねまあ、何,が何でもオフにしてくれって言ってね、お笑いの仕事をもう入れるなみたいな、言ってましたよね、うんうん、安心して岩永くん7月23日待たなくても、僕を殺すチャンスが巡ってきたよ。<laughs> お前、とんでもないあり方してるな、お前。<laughs> ライブで一緒になるからその前に来たじゃねえんだよお前 <laughs> よかったよ日向坂に迷惑かけなくて俺もそれは本望じゃないからさ<笑><笑>なんで自分だけだったらちょっといいみたいな感じなんだそういうとこは怖いんだよお前のさウェルカムみたいな感じがさ今までありがとうな大山 <laughs> <laughs> お前そうそう最終回かこれマジでお前そうそうか 涙の最終回みたいになってんじゃねえかお前よさんざんなんかディスってたやつがお礼言うてよお前中途半端な7回目でさやめろよお前マジでまあこれからはさとにかくエロゲが好きの大山として活躍を願ってるよや言,ってたやつ言ってくんなマジでやらねえよそんなの無限大ホールでエロゲ漫談やってくれよや,やるわけねえだろお前 ウケるわけねえだろそんなもんやってよお前ソフトップが限界だよそんなもんお前 <laughs> <laughs> 会場オタクイベントの会場じゃないとでもさちょっと俺ちょっと疑ってるんだけどさ疑ってるなこれってさ裏にバグバグが関わってるってことないよないじゃんだからその届いてないみたいな話したんだからいやなんかさこの間さ銀座で強盗あったじゃん ね、あれってさ、あの実行犯の子は10代の子とからしいんだけどさ、あれっていわゆる捨て駒らしいんだ闇のバイトみたいな募集して、うん、なんかそれに乗っかってきた人みたいな感じだったかな。うん、いやだから俺、リップグリップ岩中もさ、バグバグに捨て駒扱いされてんじゃねえかなと思ってさ。<laughs> お前、いい加減にしろよ、お前。<laughs> バグバグの使いで来てるわけじゃねえよ、お前。なあ、あいつ出所したら副編集長とかになるんじゃか。 あの見返りとかねえよ別にお前 <laughs> だだとしてもバグバグサイドもだとしても俺使えよって話だからなんでキま回してちょっと遠いとこ使ってお前襲撃さすんだよお前なんかさリップグリップ岩永君ってさあのバキドーチャンネルわかるバキバキドウのああバキドーまあ聞いてる方とか多分お笑い好きだからわかると思います、うん、あれに出てるんだけどさ、うん、なんかあそこでさなんかスケベ大学の学長っていう名前でなんか説明してんのよ まあなんかねそれこそエロゲの話とかも多分してんだよね。うん、お前もなんかその『ランパンプス』の YouTube チャンネルでさやってたじゃんその。 先生みたいな手いエロゲーの授業みたいなね、うん、なお前らなんでその授業形式でなんか布教しようとするの<笑><笑>何やっぱその先生と女子生徒みたいなシチュエーションに憧れてんのそういうことじゃないのよいやだからもうその最初から説明しないとそのコンテンツが伝わらないのよ、うん、だあなたみたいなアイドルオタクですからすぐパッていけないのよ、うんうん、まずこういうもんですっていうのを言ってからじゃないといけないからどうしてもちょっとホワイトボードが必要だったりとかするんですよ,すですよだからそれ仕方ないと思ってる<え>俺は岩永君はさ学長らしいんだけどさお前は何なの、うん 理事長いやいやフリーのフリーのエロゲファンですそれに関して名誉教授とかじゃない <laughs> もう慣れたら光栄ですね<ー>そこに関してはね今んところはノラの,のエロゲノラ<ー>エロゲプレーヤー悲しいかな特に何か名乗ってるわけではございませんけどもねスケベ大学学校法人化されねえよな <laughs> お,前お前やめろってお前バキ道にまで攻撃しだす感じやめろよお前 <laughs> なんでそのエロゲ関係者お前許せねえんだよお前よ やめろお前マジでお前いやでもさあなたもなんか最近そのエロ関係で言えばアメトーククラブのエロゲー大好き芸人あサミットねああそうだエロ漫画サミットねあ全然違う,よ全然違うそのエロゲーはまだそのアメトークも扱ってないからねまだ神媒体もいけるんですね <laughs> お前マジあな言い方すんな神媒体もいけるんもうおっぱい出てりゃ何でもいいみたいな感じなんじゃね <laughs> <いや S 1> <laughs> お前マジやめろよお前マジでよお前エロ漫画サミットにも迷惑かかんだろお前, <laughs> お前1年後 AV 大好き芸人とかで出てんじゃねえ <laughs> よあいつ何でもよかったんだなみたいな <laughs> 違う違う,違う,違うただのエロじゃねえかやめたら <laughs> お前いい加減しろよお前 だから3次元の方はちょっとそんなには語れない、あくまでもその2次元のジャンルというか、うん、それに紙媒体って言いますけど、もう今ね、もうエロ漫画、サブスクとかやってるんで、俺そそっっち入っててそれでエロ漫画のサブスクとかあるんだそう,そうそうそう、コミフロっていうサイトがあって、月額1000円ぐらいで、あのエロ漫画見放題みたいなのがあって、<ー>俺、それ入ってるっていうのもあって、じゃエロ漫画のことちょっと喋ってもらいますみたいな感じのオファー来て、プレゼンさせていただいてね。 いやだからそれに関してちょっと言いたいことあるというか、そのアメトーククラブ配信されたじゃない、そして俺が紹介させていただいた作品があるんですよ、あのー、なんか VS デカチンおじさんっていう作品をプレゼンしたんですよね VS <おう> <laughs> デカチンおじさん。いや、別にそこには何の意味もないですよ、<う>笑いとかいらないです、<う>そこには、そタイトルだから。タイトル,イトルから想像するに、そのチンコの長さでバトルするみたいなことですよ。<笑><笑> あ違う。だって V S デカチンおじさんで。違います。あのー、まあまあそれはプレゼンもしてるんで、な後でそれは配信見ていただきたいんですけど。ラスボスでしょ？デカチンおじさん。違う違うやめろお前。スラムダンクでいう三能戦みたいなこと。マジいかげんしろお前。お前やめろよお前。そのスラムダンクで主人公がデカチンおじさんに勝ったけど。から来るだろう。前のせいで。<laughs> 俺に D M 来るんだろお前よお前主人公デカチンおじさんに勝ったけど次の試合で負けるみたいな、えー、いあんま喋んのマジ喋んなお前。 いいんだよそこは軸じゃないんだよそれタイトルだか,らだからプレゼンしたの、うん、で、プレゼンしてね、あのー、だからそれ配信が流れて、それありがたいことに、その作者の方からも反応してもらってさ、うん、そのバイユー先生って方からなんだけど、<ー>で、そのフォローしていただいてみたいな。<ー>で、ちょっと若干そのツイッター上で絡ませていただいたみたいなのあるんだよ。うん、で、その時に、あのー、まあ、だから我々のツイッターのアカウントとか、うん それこそ、なんかラジオで、こうやって喋りそうなこととか喋れそうなこととかは、うん、その、ね、最果ての先生アカウントでいいねとかリツイートとかするのに、この絡みに関しては一切それがないわけよ。あ、リツイートも何もなくてリツイートもいいねもないわけ。うん、恥ずかしいと思ってんのか、マジで。うん、それに関して。そどういうことだっつって。で、俺考えた結果なんだけど、うん、多分これを、う、アカウント応援してる人、多分女性でしょ、これ。<ー> <laughs> 俺もう分かっちゃったからね。マジで。 さすがにデカチンおじさんはリツイートしづらいんで、<おい> <laughs> 女性だったら、タイトル言うな、お前、ね、<laughs> だから、俺もこれで、あー、なんか女性の人だ、<laughs> なんかそういえば、俺にかましてくる感じも、ちょっと女性っぽいかなと<笑><笑><笑>思いましてー、こんなとこから、えー、操作の手がね、伸びて、徐々に近づきつつありますよ、そのアカウントの中の人、非公開ですけど、<ー>徐々に俺も真相に近づきつつあります。<laughs> どうするのの人の母と母かだったら<笑><笑> いいやいや関係ないですからねそれに関しては別に恥ずかしいことじゃないですからそういう文化は立派なもんですからね <laughs> 俺この間さツイッターで回ってきたんだけどさそのエロ漫画でもエロゲーでもなくてなんか普通のゲームらしいんだけど「崩壊サード」ってゲーム知ってる<笑><笑> いや知らないですな崩壊サード。っていうゲームがあるらしいんだけど、うん、まあエロゲじゃないらしいんだけど、<ー>なんかそれね、女の子のキャラクターが側転してる画像が流れてきたのよ、ツイッター上に。で、パンツ丸見えになってるんだけど、うん、そのパンツから、なんか陰謀らしきものがはみ出てるらしいのよ。<laughs> いやお前 <laughs> 何言い出してんだまじで。でオタクがちょっと騒いでてこれは陰毛なのかその影なのかっていうの今議論されてるまあなんかそのと遠目から見てちょっとそれらしきものが見えてるみたいなことですかそれに関してはまあ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 わからんでもないですよオタクってそういうとこめちゃくちゃ食いつくというか。で俺が調べた結果陰毛派が多いんだけど。お前お前何調べてんだよ、うん、マジでさ <laughs> 頭おかしいんかお前マジで。たださその陰毛がさ色は黒なのよ。 そのキャラクターの髪の毛の色が白なのよ、うんうん、だからなんか一部のオタクがその頭髪と芋はあれだけ同じ色に白って言っただろうみたいな感じで怒ってるらしいのよ、ねうん、ちょっとヤバくない <laughs> <laughs> あのー、ちょお前がヤバいよお前よお前がヤバいよそれはどっちが本当の色なんだってことじゃんその毛の色としてはさ <laughs> いやだからそれはまあ2次元はそういう議論がいろいろあるんですよそのなんかどっちもあるというかその 上と下合わせてるタイプもあれば、下は黒みたいな、そのなどっちか染めてるってこといや、染めてるっていうか、エロゲット、エロゲに限らず、二次元のキャラっていうのは、髪の毛の色が結構独特な色、ピンクとか黄色とか、いう攻めた色してるんだけど、別にそれが、現実世界における派手な色とかではないのよ、認識として。だから、そのピンクとか黄色の髪も、こっちの世界でいう黒髪と同じ認識なのよ。じゃあ、その陰毛とかは黒なの いやだからそれはだからその, <laughs> そのブランドによって違うブランドそこによってだから色合わせてるブランドもあればそっちはちょっと若干黒にしてるみたいなブランドもあるからる、ね、それ諸説ありますだからそこに関してはなんでこんなこと言わなきゃいけねえんだ俺がよお前俺が持ってきたお題みたいになんだろうお前おめえがなんでそっち界隈の話すんだよお前,お前大丈夫かこれ俺が俺が変な話してるみたいになるだろうリスナーからしたらよじゃあここで大山さんへの誹謗中傷が届いてるんでおなさします 前回でも僕「そのハッシュタグ最果ての先生」で「大山への誹謗中傷お待ちしてます」ってつぶやいたつぶやいたっていうか話したんですけど今回来てまして N93 の画像を添付してまして「体中大山の花のなさは致命的」「面白いのにこれじゃ売れないよ」「やっぱり芸人見た目大事だよな」っていやだからまあこれはだからもう本当に俺もそれに関しては見ましたよ見た たのよこれ本当に言いたいことあって、うん、これって俺からしたらアンチの意見なんですよだ,、ね、だから,だからあのアンチって触れちゃいけないじゃん触れると、うん、あの動き出すというか、うん、っていうのがあるから俺はほっといたんだけど俺パッて見たら、あのーね、リツイートと「いいね」がされてて、うん、これ誰やって見たらあのこの番組のラジオのプロデューサーの吉田さんがやってたの <laughs> 考えられんとアンチに触れるなよと。 その肯定的な意見、うん、リツイートいいのは全然いいのよ、うん、アンチすんなって、マジでさ、さすがの俺もさ、い,<や>いいねは押したけど、リツイートはしないったい <laughs> 触れんなって、アンチに、マジで、<や>あれ、アンチだよ、マジで、それいじりとかじゃないのよ、よね、あの人のは、ね、絶対ダメだから、触れちゃう、ああいうのに。 マジでやめてほしいのよあれすごいよね。俺はだってもうなんか,なんかもうブロックとかしたかったもんちょっと。だってこの画像にさ9人の芸人映ってるのにさ大山ピンポイントで攻撃されてるもん <laughs> いやいやお前も鼻ないからねあの写真に関して言えば悪いけど俺らが鼻ないんだから致命的って書かれてる。<laughs> <laughs> いやいやお前もだよだよからそこに関しては いや、だからもうダメだって、本当に。それ広めちゃいけないやつだから。ま、アンチって、それはリツイートとかいいね。また、これを触れることによって、再度再投稿するからね。うま、あ違う角度のやつを。また危ない目に俺が合うから。 それは触れないでください、だから。だらこの中で一番鼻がないってことだから、ファッションセンスもないってことだから。いや、だから、それは言ったじゃん。だから、俺、あの写真で使われるんだったら衣装着たのよ。うん、なんか急に写真撮りますって、パシャンツで撮られて、それが使われてるから、いやいや、それはそうでしょって話じゃない。うん、みんな衣装着替えてたりとか、なんかラジオリスナーっぽい雰囲気で写真撮ってたりしてるわけだからさ。まあでも気をつけてくださいね。僕も何回かその、 アニメ好きとかさ二次元好きの人に会ったことあるけど、うん、かなりの高確率であの東京靴流通センターにしか売ってないようなスポルディングとかダンロップの靴開いてるからさお前,お前やめろってお前 <laughs> 変なディスり入れてくんなよお前, <laughs> お前どうしても入れ,入れたかったみたいな <laughs> 思いついたじゃねえんだよお前よ無理やり今3000円ぐらいでいい靴いっぱい売ってるからさ <laughs> いやいやいや あなたがそういうことばっかり言うからね。だから俺もちょっと調べたりするんですけど、うん、だからこの番組ってその5組で争ってて、1位になったら地上波でラジオ放送できるっていう番組じゃないですか。うんうん、ただなんか調べてるとやっぱリスナーの意見で多いのが、あの、ポッドキャストで続いてほしいっていう意見が多いんですよ。だからもう、俺らを地上に出す気がないんですよ、リスナーが。いや、だから今リスナーが勘違いしてて、だから2位にしたいみたいな。ありがたいよ。俺たち今4位だからさ。 まあだからお前らずっと地下に俺ってことだよねそういうことなんですよだからもうシーラカンスと同じ扱いなんですよ、うんうん、深海魚みたいなら俺ら地上派にいたらメとトが飛び出るんじゃない <laughs> <laughs> いやだから本当にリスナーがありがたい心配なんだけど、うん、あの地上に出してはいけないっていうので、うん、2>, 2位を今狙ってるっていうので <laughs> いやもちろん俺ら自体は1位狙ってますからねあそう 一言ですけど、あなたは。俺はは位一応狙っててますそこに関しリスナーの方もぜひ応援していただければということですからね、ここから順位上げていこうという話ですからね。でも、そのライバルとなる岸隆乃さん、僕、昨日お会いしたんですけど、あそうライブ一緒だったからね、びっくりするらい、腰の低い方で、礼儀正しい方で、あんまりそう言わない方がいいんじゃないそのの表感じと違うやつ 写真撮る時だけ怒りましたけど <laughs> <laughs> やめろビジネスの感じ伝えんなよお前かわいそうにそんな岸高野の高野さん,<ー>んなんかシャドーバンされたらしいアカウントが <laughs> <いや S 1> <laughs> なうん、シャドーバーなんかね最初か岸高の周りの人がどんどんシャドーバンされてい、ね、なんか、そういう話らしいですよね。うん、俺、このあとさ、そのあの写真削除しようと思ってんあなた、ツイッターでね、岸高のに近づいた写真撮ってあげてたもんね、うん、あなたがもう関係者が今、シャドーバンになってるらしいんですよ、うんうん、あなたもシャ,ドシャドーバンされるかもしれないよね。<laughs> もう関係者が今なってるからじょ徐々に増えてるらしいですよ。昨日のシーンはフォローされたからさ高野さんに <laughs> <laughs>。危ない危ないお前が写真撮ってあげてんだからさ、うん、お前サイドから近づいてるって話ですからね、うん、そこに関しては。っていうのでね、はい、ありましたけどもタイトルカール参りましょう、はい、N93「からタちの最果ての先生」先生。 はいということでメールご紹介いたします、うん、ラジオネームぶつだみっでなれろさんからですね大丈夫ですよ3時間くらいで慣れますよ <laughs> <laughs> はい第5回配信文聞きましたエロゲオタクは文章が長くアイドルオタクは文章をまとめる能力が高いというお話がありましたね それってもしかしてエロゲオタクはエロゲ批評空間で長々とレビューを書く癖がつきアイドルオタクは右繰りで簡潔に話せるように文章をまとめる能力が鍛えられたということではないでしょうかだとしたら体ちのネタ書いてない方がエロゲオタクネタを書いてる方がアイドルオタクというのは当然の役割分担だなぁと納得しました オタクの生態おもしれえということですね確かにねあなたはそのなんかなんかディスがありましたねこっちサイドの <laughs>、えー、その無限大とかのライブとかのトークでもさやっぱ異常に長いよね <laughs> <laughs> お前やっぱそういうことなんだろうなやめろよお前 <laughs> ちぎお前が逆に短いからコンビとしての尺を稼いでやってんだよ俺がよ そこに関しては。昨日もさ、あの、無限大でライブあってさ。ライブありましたね。その時、話したっけ、お前。何がそのトーク。トークいや、うん、俺は話さなかったね。あ、じゃあ大丈夫、大丈夫。昨日話しませんでしたけどもね。うん、あの、必ずね、喋るわけじゃないんで。うん、いや、だけどね、これ、ちょっとややこしい話ですけど、あなたネタ作ってくるけど、あなたネタ作ってきた時の初行、めちゃくちゃ長いからね。うん、俺が台本整理してるっていう、逆ですよ、この。 投稿とはあそれ、お前に合わせてあげてんのよ。どういうことですいやいっぱい喋りたいだろうなと。喋 <laughs> <laughs> りたくねえよ、俺、<laughs> そんなに。ネタでだら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 よ。勘違いしないでくださいね、うん、俺が結構、シュッてまとめてますからね、そこに関してはね。うん、はいということで。 え先ほどのメールにもあった通りエロゲリスナーはメールがやたらと長文なことにスタッフも頭を悩ませていたのですが、うん、いやむしろこれはそのまま紹介すべきなのではラジオのセオリーをぶっ壊すべきなのではということで本日はこんな特別コーナーをやりたいと思います題して「エロゲリスナー長文メール祭り」と<う>いうことになってましてううまあちょっとねどういうことですか <laughs> いやいやいや それこそちょっとねラジオとかでも触れましたけどもだからそのラジオリスナーのエロゲ関係の文章が長すぎてそのメールでちょっと採用しづらいと尺的な問題でねえっていうのをちょっと若干ディスられたんだけども,もう逆にそれをやってしまえばいいかっていうだいぶ挑戦的なコーナーというこれは 神回ですよ。いや神<回>、台本にジメジメした梅雨にぴったりの企画ですねって書いて、俺はこんなこと言わねえからな、ね。<laughs> お前、まだ先のやつだろ。今言うなよ、お前、それは。桜坂ファン、日向坂ファン、メール送ってこい。はい、やめろ、お前。お前らがメール送ってこないから。台本先に行くな、お前。ドスケベどもに番組に乗っ取られそうになってんじゃねえから。俺<前> <laughs> のコーナーだぞ、ようやく。 エロゲメール祭り開催するということでね、<laughs> えもうとなんだろうなじめじめした梅雨の季節にぴったりの企画ですよね、<laughs> 本当に。あまりに長文なので一気に読み切れるかは分かりませんが、エロゲリスナの情熱を私、大山が責任を持って代読いたしますということでね。要するに在庫処分ってことですよ。お前、マジで言い方悪いぞ、<laughs> お前。 なあこれでエロゲリスナーのお前さメール減ったらお前のせいだからなマジでだから今回はちょ挑戦的な会議みたいな感じになってますけどこれが聞き応えあってもうめちゃくちゃ神回だった扱いになったら定期的に行われるコーナーになるわけですからねもうこれはもうあもう我々次第みたいなとこありますからもうあなたもお願いしますよそこは協力して一緒にじゃこれ今から長文のメールを読んでいくんですね イエスということで、読みますよ。なんだろう、うこのエロゲリスナー、これをオーディオブックみたいな感じで聞くのかな、これは。<laughs> ね、いや読み聞かせじゃねえよ、別に。というわけで、もう長文祭り早速行きましょうということで、うん、ラジオネームデイドラさんからですね。はい。前田先生、大山先生、こんにちは。ちょっとエロゲ好きの先生と呼ばれたくないですね。<laughs> 早すぎんだよ、お前。来るのがよ。 まだ序盤も序盤、お前、このまま入ってたら、お前、1通で終わっちまうから、これ、何通か用意してくれてんだからさ。エロゲ好きに敬われたくはないって。や <laughs>、ええ、やめろ、お前。いよいよ、今月末、カルタグラ発売ですね。そうなんですよね。はい、もう発売されましたけどね。リメイク発売があることは知っていたのですが、もう発売日目前、無事マスターアップもされているようですね。 カルタグラはもう20年近く前のタイトルですが、イノセントグレイのデビュー作であり、その後の空の少女、空の少女、空の少女。まあ、これ3部作なんですけど、全部タイトル一緒なんですよね。えー、までつながる壮大な昭和ミステリーの入り口となる大事な作品ですね。本当そう。えー、いきなりこんな大山先生よりなお便りですみません。分かってんなら送ってくんなよ。<laughs> <laughs> お前、お前やめろよ、お前よ。 前田先生はまだだいぶエロゲに抵抗がある感じですよね。世間一般の方々もきっときつすぎる設定の 女の子とただはめ倒すだけだからはめ倒すって言葉やめ俺も,ここ俺もちょっとこれ気になってきつ<れ>すぎる設定の女の子とただはめ倒すって、うん、そんな作品ばっかりじゃない <laughs> とは思いますけどもねエロゲって煙たがれるコンテンツなんだと思いますし確かに中にはそういう作品もあります、うん、まあ一部ねただ少し待ってほしい人生80年しかねえんだぞ、うん、お前のエロゲの話聞いてる暇もふざけんじゃねえお前今回はそういう回なんだよお前 いいんだよ、お、ま、前、あ。えい、行きますよ。この作品は世界観がすごい。赤線、青線が残る最後の時代。戦後直後、1950年代の上野を舞台に、猟奇殺人事件の真相を追う、遊郭に居候する探偵、高城修吾。忍ばず池や上野駅など、今も現存する実在場所で繰り広げられるサスペンス。 カルタグラというゲームはこんなエロゲがあるのかと思わせてくれた作品ですし、逆にエロゲの枠組みでなければ表現しきれなかった世界観であるとも思うのです。イノセント・グレイの作品群は本当に尊い。全年齢や一般アニメ、漫画じゃあ遊郭の雰囲気は表現できやしないはず。 エロゲだからこそ表現できたものそのクオリティを知ってもらうためにエロゲへの色眼鏡を外してもらうためにカルタグラはとてもおすすめです今後もこの放送がとても楽しみですもっと顔出せ大山先生ということでねもう作品の紹介になってからは相方は一言も発しませんでしたけどもいやタイムパフォーマンスが重要視されている時代でこんな長文をね、よく送ってきましたね <laughs> いやいやありがたいことですよね、うん まあでもこの作品はねもう俺もプレイしてるんですけどもね本当にそのエロゲってなんぞやという一石を投じる作品というかだからエロがあるからエロゲっていう作品のイメージなんですけどこの作品はエロもあるんですけどももうとにかくグロ要素が多めなんですよ猟奇的な殺人っていうことがあってだからその18金ゲームってこういうためにもあるんだよみたいな作品の1つというか。 だからこれをやっていただければねもうエロだけじゃないよと18禁の要素はっていうのが分かってもらえる作品なんですよ次お,お願いします待てよお前よ俺も補足で言って言ってお前さ聞き入れよお前ちょっとはさ, <laughs> さ申し訳ないけどさ俺さっきのきつすぎる設定の女の子とただハメ倒すだけからさ何も頭入ってこない <laughs> <laughs> なんか延々としゃべってたけどさお,お前のせいでよこのコーナーもう終わっちまうだろ今日でよもっと乗ってこいよお前このビッグウェーブに乗れよお前エロゲのよの乗り倒せお前板板で泳いでお前さ頼むぜお前ねえもう今までラジオで紹介したメール史上一番長いですからね<ー>これに関してはね <laughs> まだまだ続きますから今日は特別な日ですよねええー、エロゲリスナー長文祭り続いてのメールいきます えー、ラジオネーム、君にザコチンポって言われたい。ちょっと待てや、<laughs> お前、これ。俺が言ってやるよ、ザコチンポ。<笑><笑>ザコチンポ。やめろよ、お前。ちょ,ちょっと、うん、エロゲのことしゃべるのにザコチンポって言われたいって、とんでもないド M リスナー来たな、これ。<laughs> エロゲっぽいし。だめだって、エロゲのこと喋るときは、シュッとしたリスナーネ、ネームで来ないとさ。あまあ、行きますよ。<laughs> 大山さんはエロゲが好きだと聞いていたので、僕が人生で唯一プレイしたことのあるエロゲについてメールします。それは学生時代に同じクラスの岡田くんから貸してもらった、乙女は僕に恋してるという作品でした。学生時代って大学だろうな。<laughs> 中学とか高校だったら今からでも俺は警察に言うと。<laughs> やめろ、お前。マジでやめろお前。そこはグレーゾーンでやってんだよ、みんなよ。 えー、女学院に女装して通うことになった男の子の学園生活を描いた作品なのですが、岡田くんは、これマジで泣けるからと、エロいゲームではなく、泣けるゲームとして僕に貸してくれました。エロゲを知らなかった僕は、普通に恋愛シミュレーションゲームだと思ってプレイしたら、想像よりエロくて、親が寝静まった夜や、親が外出した休日にこそこそプレイしたのをよく覚えています。 エロいと分かってからはエロ目的でプレイしていましたが、ゲームを進めているうちにいつの間にかエロを忘れ、主人公に感情移入し、音僕の世界観に没入している自分がいました。岡田くんに音ぼくを返すとき、僕は岡田くんに最高だったよと告げました。うん、思い返せばこの時が僕と岡田くんがマブダチになった瞬間だったのかもしれません。 そんな岡田君と今年の夏20年ぶりに2人で旅行に行きますその時は久しぶりに音ぼくの話をしようと思いますというなんでエロゲの話でちょっといい感じで終わってんだエロ毛だからだエロゲだからだこれがこれ完全にバックでスタンドバイミー流れてるぞ <laughs> スタンドバイミー下地じゃねえよ別にないや,いやだからこれねエロゲもえこう青春なんですよ言うたら そこで花咲かすみたいな。いや、これはね、作品が俺有名なのは知ってるんですけど、プレイしてないんで、ちょっと作品に関しては詳しくは言えないんですけどね。まあ、それこそね、もうエロゲーに名言あるんですよ。エロ目的でプレイして、感動して泣いてしまうと。あ,<ー>あのー、あれですね、俺がよく言ってるんだけども、下じゃなくて上が泣くっていう名言があるんですよね。次お願いします。おい俺 <laughs> すげえ今いおいこと言ったいおいソいお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 いらいおいおい 俺これは何回も言い続けるからね、いやいいね、もう20年ぶりに2人で旅行行くっていうね、もう青春じゃないですか、これに関しては。この人、何歳ぐらいなんだろう。いやまあ、それはちょっとわかんないけどね、もう結構、でも学生時代って、まあ、高校生として、まあ、犯罪者として。<laughs> 大学生としてまあ40歳ぐらいになってるまあぐらいですかね。うん、でも音僕がね、その出たのが何年ぐらいだろうね。2000年代でも前半だった気がしますからね。もう20年以上経ってますからね。えー、まあでもこうやってね、思い出に花を咲かす時期が俺にも来るかもしれないですからね。<laughs> いやありがとうございますということで、まだまだいきますよ。ちょっとトイレ行ってきてもいいですか <laughs> <laughs> おい休憩時間はねえよ、これに らたちの最果ての先生え続いてのメールいきますラジオネームもずろさん僕はどちらかというと大山さん寄りの趣味を持った人間なのですが趣味じゃねえたら性癖だろん <laughs> 悩みがあります普段 会社員をしているのですが、コロナが落ち着いてきたこともあり、外での遊びに誘われることが多くなってきました。コロナ禍の頃はみんな外に出られなかったので、 隠れて家で大好きなエロ漫画、エロゲトを思う存分楽しめていたのですが、会社の人に趣味をカミングアウトしていないこともあり、最近は話題作りのためにゴルフやバイクなどの表向きの趣味の実績作りにも時間を取られてしまっています。なるほどね。お二人はずっとストイックに自分の好きなものに向き合えていると感じているのですが、どうしたらそこまで自分に素直になれるのでしょうか お二人にも自分を曲げないといけない場面はありますでしょうか幸いにも最近いい関係を築けている女性がおり、自分を曲げるかストイックに生きるかの岐路に立たされています。今はメロブの本のインクとオタクの嫌な汗の匂いの混じった店内の香りが懐かしいです。えー、ぜひアドバイスをいただけると幸いです。 P.S. 僕はどちらかというと、抜き芸派で、えー、おかゆ姉妹の粘膜ポトレが一番好きです。<あ>ということで、ね。お前と対立してる派閥じゃん、抜き芸派って。<laughs> いや、対立はしてないんですよ。だから、俺の派閥ではないっていうのと、<laughs> ちょっと気になったんですけど、ちょっと今はメローブっていう、まあ、メロンブックスっていう本とかいろいろグッズ売ってる書店があるんですけども、<laughs> メローブの本のインクとオタクの嫌な汗の匂いの混じった店内の香りが懐かしいですって言って、ちょっとおそ卒の匂いを出してる 感じがあるというか、うん、なんかもう女性と今いい感じになれてるから大丈夫この最近いい関係を築けてる女性ってそのエロゲの女性じゃないよね <laughs> <laughs> なんかちょっと怖い話とかになってくるんだけどだ <laughs> いやまあこれはリアルの女性だからこそちょっとなんでしょうね、うん、もうだから現役じゃない感じがちょっと出てるというか<ー>いやーだからまあなんでしょうねまあー抜き芸派ということでねだからこれをねやっぱり 出していいのか出しちゃいけないのかっていうそのエロゲの趣味をっていうところだよ、ね、まあ、だからあなたもそれはかぶるところではあるけどアイドルオタクとして例えば彼女ができたとしてそれを出せるか出せないかみたいなことですよ。うん、どうですかあまあ確か確にね なんか前女子高生が付き合いたくないランキング1位みたいなのでアイドルオタク1位だったからねやっぱりねその理由がさやっぱ自分より可愛い女の子に夢中になってる男は嫌っていううんまあそうよだからどうすアニオタの方がねなんかその三次元の女性の方は許容できるんじゃすかアニオタはね多分3位とかだったんだけど清潔感がないとかそういう理由でお前やめろよお前3位でお前らより勝ってるわけだけね俺らの場合はその嫉妬心から嫌われてるんだけどお前らの場合はさもう人 人間的的ににちょっと生理的に無理無みたいなやい,いやいやいやそれでもサインにつけてんだよこっちはよサインにつけて嬉しいことじゃないから <laughs> 彼氏にしたくないランキングだか,だからお前らよりかは上だってことよまあでもね俺は最終的にはね出した方がいいと思いますけどねいずれバレたらねそれこそ揉め事の原因になりますからね出した上で好きになってくれるっていうのが、まあ、真実のね、うん、愛みたいなことだと思いますけどもね、うん、はいということで、えー、最後は エロゲ界隈の話題ではあるのですが唯一短めだったメールをご紹介しますとラジオネームこうちゃんさんからですね毎回楽しく聞いております僕も高校時代バグバグをよく買っていましたちょっと待てよ何だおい都と法律違反を堂々と言い始めたんですやちょっと待てよだって俺バグバグの18だから俺バグバグの 18! いやちょっっっっっと待待待待て待て待てて俺、バグバグのホームページ行った時に18歳以上かどうか確認されたもん。ああ、やめろ、お前、踏み込むな。18歳です。<laughs> いや、それ18歳。いやとりあえず、このバグバグを買ってた本屋さんの名前も言えよ。<laughs> 売ってた側も責任あるから。ああ、やめろ、お前。確認しに行くんじゃないぞ、お前、そこに関しては。 買っていましたしかし、エロゲをプレイしたことは一度もありません。あら、どうしたことか。えー、それはストーリーに何も興味がなく、エロシーンだけ見られれば満足だからであり、バグバグはそれを安価で見ることができる上質なエロ本として買っていました。まあ、はっきりと言いました、ね、エロ本 <laughs> <laughs> いや、俺もこういうやつ初めてかもしれんわ <laughs>。 いやいや3時のエロ本は正直好みでない女性もいる一方2時は基本的に可愛い子しかいないので大変お世話になりましたラジオを聞き近所の古本屋に通っていたあの頃を懐かしく思いましたおい古本バグ屋でエロ本買ってんの <laughs> いや珍しいってい<や>そのエロ本も。 古、ね、本で買う買わないって結構議論あったりするじゃん<う>バグバグを古本屋で買ってる人っているのかよ古本屋で買うエロ本ほど不正欠なものに言だろいやでもあるいやだからまあ別にお宅も綺麗に使ってるからいいと思いますけど綺麗に使ってるとか言うんだから言い方は綺麗に読んでる読んでるね読んでるけどいやーでもねこの方だからで,、ね、でも俺今これ読んだ感じ一番なんか <laughs>、はい 健全っていうか正常な意味は。 感じたけどねそのなんか正常というかだからその思春期にちょっとエロ目的でみたいなストーリーに何も興味がなくエロシーンだけ見られれば満足っていうのは一番健全な気はするけどねまあだからそれがどういう楽しみ方ね「上質なエロ本」って書いてあるけど、まあ、エロ漫画とか AV と違ってその紹介してる作品なんで別にそのストーリーとかは、ね、その楽しめないからただそのエッチな絵が載ってるだけだからあ<ー>まあそれだけで ね、いいんですかみたいな感じですよね写真、写真だけみたいな感じですからね、まあ普通の人はいいんじゃな、ね、いそれってああ。いいんですかね、それでね、うんえー、まあ懐かしく思いましたってことですけどもね、バグバグの本質に迫るメールが来たっていうのね、あなた読みませんけども、うん、あなたの台本に載ってますけどね、本質に迫ってるのかは分かりませんけどもね、うん、俺とは目的が違うんでね。 出てきたなもう,もう終始静かよ <laughs> お前はさ頼みますよこれの進退が決まるの今日なんですからさ <laughs> 今日 <laughs> はいというわけでエンディングですはい 本日のエロゲリスナー長文祭りメールですけどいかがでしたかということでね,<ー>ね俺もうこれ続くんだったら降板するけど <laughs> あんまねえってこれ降板しますとか片方だけ抜けるみたいなねえってそんなのまあいいんだけどさもうすぐ殺されるし <laughs> お前マシやめろよお前 ということでね、今日はは、ね、こういう特別な回でしたけどもね、うん、だからまあそれこそね、まああの、アイドルオタクの長文メール祭りとかももしかしたらあるかもしれないですよ、たま,いたまれもね。い <laughs>、うん、<laughs> アイドルルの長文メール祭り,や,りたい <laughs> <laughs> いやいやいや、それこそ長文メール祭りってくくりは、このくくりが成功しないとないですからね、だからあなたがこれを盛り上げない限りはないですよ、<laughs> アイドルオタクバージョンも。そこに関しては でもこれが盛り上がって気持ち悪いってなって炎上とかしたらさ俺のもなくなるじゃん <laughs> いや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 なくなりませんよその炎上というか炎上し,しないもんだってこれはだって法律違反2人ぐらいいたのだ<もう> <laughs> <laughs> お前のせいだろうお,お前がもやかかってたとこ剥がしに行ったからよお前そこに関してはだからグレーゾーンだからそこに関してはねということでね、あのー、番組の感想やネタ アドレスは最果てアットマーク TBS.CO.JP までお願いいたしますということで特に告知とか今回ないですかということで、はい、問題ないようなのでそれでは最果ての先生からたち大山と前田がお送りしましたそれではまた来週推しに届けバグバグに届け <music>